ヨーヨーのイージタン、レイムのおかげでいっぱいバイオ燃料が手に入ったぜ。これは？モイージタン、バイオ燃料好きだろ？うんうん。ふふ、全部あげちゃいたいんだが、このバイオ燃料を作ってくれたモイージタンやクイト会にも、あげないとダメだろ？うん。ふふ。ジュルリ。ああ、悪い悪い、見とれてた、あはは。ほいよ。いただきまーす。弱いな、弱いな、ふふ。もう一回言ってよ、モミジタン、録音するから。ジュルリ。ああ、ほらほら、バイオ燃料あげるから。いただきまーす。ちょっと待ってね、準備するから、ちょ待って。おいしい。ほらほら、バイオ燃料だぜ。え？おい？とろけるー。ちょま、ちっちょう、何が何でも録音させてくれない気だな、プンプン。えへへ。な、面白いだろ、プツ。マリサは何やっとるん？まっちゃんが言うには、目の保養だとかなんとか。目の保養？どういう意味なん？目の保養ってのは、美しいものや珍しいものを見て楽しむことだって、うちのばっちゃんが言ってた。え、フランっておばあちゃんおるん？いるぞ、時にはお母さんだったりするんだぞ。うん、謎謎かなんか？まあ、そだな、そうしよう、ヒント欲しい？ちょっと待ってな、ヒントちょうだい。はや、そうだな。黒白の変なリボンしてるな。黒白の変なリボンしたおばあちゃんでもありお母さんでもある。難しいな。それは普通の家にもあるものですか？おいこら、不協和音。また覗いてたのかこら。いやいや、覗いてたんじゃなくて、クイズしてただけだぞ。そやそや、マリサがモミジの妖精と目の保養してたとこなんて見せへんもん。がっつりしっかり見てるじゃねえか。しもた。ざく。なあなあマリサ。お？黒白の変なリボンしたおばあちゃんでもありお母さんでもある。フランのおばあちゃんっていう問題やねんけどわかる？なんだそれ、謎謎かなんかか？黒白のリボンならヨウムがしてっけど。おい正解言っちゃうなよもう。ヨウムが正解なん？おばあちゃん要素が見当たらへんけど。おばあちゃんの知恵袋みたいなことよく知ってるからなヨウム、だからだ。なるほど納得やわ、あはは。セクチン、ふい、誰か私の噂してるのかな？フランのやつ、覗くくらいなら入ってこいっていつも言ってるのによ、なんで覗くんだよ、ダク。あの子と何かあったのかい？大したことじゃないんだ、もう慣れたし。ならいいんだけどね。それでなんだけど、この村の正式な名前を決めないかい？いつまでも北の村、かっこかり、なんて名前で呼ぶのも嫌だからね。だな、村も完成したことだし、俺からの提案なんだけどさ。なんでもいいよ、言っておくれ。赤目村ってどうか。却下で。いいと思うんだけどな。どこが大こっぱずかしい、却下却下。赤根村ダメか。赤根村以外ならいいか？まあ場合によるけど、あんたが決めてくれるんなら何でもいいよ。ふんじゃ赤根、決めてくれ。え、あたいがかい？ああ一番頑張ってくれたし、村の人たちも赤根が決めてくれれば万々歳さ。そうかい？なんていうか、あたい嬉しいよ。そうだね。心、夏と書いて、ココナッツ村ってどうかな。心、夏と書いて、ココナッツ村？ダメだったかね。いいねいいね、読ませ方がよくわかんないけど、ちょうど夏だし。いいセンスだ。ぜ。ほえ、誰だ今のどこから声出したんだいあんた。顔も一瞬別人になったような気が。よくあることだぜ。よくあることなのかい？やだ。暑いなぁ、もう。小さまだからね。プールとかないの？ないね、川はならあるけど。川以外にさ、涼めるところってないかな。冷蔵庫とか？冷蔵庫？おやつはまだできてないよ。ちょっと涼みに。涼みに、どこで？はぐ、涼しい。ああ、ダメだよダメ。冷気が全部出ちゃって中のものが冷えなくなっちゃう。暑いんですもの。困ったな。うちわに八花湯を塗って仰いだりすると涼しいんだけど、八花湯自体がないしな。一時
ものじゃなくて夏の間だけでも涼しくなれるようなもの。そうだ、ちょっと待ってね、いいもの作ってあげるよ。うっふ、できたよ。なんですかこれ。お、風鈴ですか、風鈴ですな。風にそよぐとチリンチリンって綺麗な音を奏でてくれてね、それを聞くと気持ちが涼しくなるの。他に何かないですかね。できればもう少し直接的に涼しくなれる方法など。うん、かき氷食べる？いただきます、いただきます。よーむキッチン、イエーイ。なんですか急に。よーむキッチン、イエーイだよ。だからそれが何なのですか。ふっ、うっふ、白雪ちゃんも手伝ってね。何をかはわかりませんが喜んで。ね、白雪ちゃんには牛乳を取ってきてほしいのです。牛乳ですか？構いませんよ。桃、一緒に行きましょ。オーケー。戻ってくるまでにかき氷用意しておくね。だの、睡眠にしてるからね。今回のヨウムキッチンは、いろんなかき氷を作りたいと思います。タケモットのアイテムとなりますので注意してくださいね。まずは色、香りのない、基本的なかき氷、みぞれを作っていきます。用意するものは、雪、竹ボール、砂糖の3つです。できました。みぞれの美味しい食べ方は、先ほども言いましたが色、香りがないので、他の食材をトッピングし、食すのが美味しいと思います。残りのかき氷は、みぞれを基礎に作ります。先ほどのみぞれをベースにスイカ、サボテン、オークの葉、イカスミ、リンゴ、カボチャ、ポーション、ココアで様々なかき氷を作ることができます。素材により満腹度が異なりますが、前回のおにぎりのように、材料によって効果などがつくことは特にありません。ヨウムさん、牛乳取ってきましたよ。お疲れ様。牛乳なんて何に使うの？かき氷にかける練乳としてね。おお、練乳ですか。私大好きです。ふふ、よかった。かき氷はできているから、あとはかけるだけだよ。おほう、いっぱい種類がありますね。迷っちゃうな。ブルーハワイいただき。かき氷に練乳をかけると、満腹度が増加するのでおすすめだにょん。にょん。以上でヨウムキッチンはおしまいです。うおお、頭がキーンってする。そういう時はおでこ、こめかみを冷やすと治るよ。最後までヨウムキッチンが何なのか分かんなかったな。おう？どうも霊夢です。フランだ。ゼニリアだ。ですね、今回でシーズン3がパート40に到達しました。パフパフ。パフパフ。ありがとう。それでですね、シーズン2からシーズン3に変わるとき、パート数が40だったので、次回からシーズンを変え、シーズン4にしまたパート1からやっていこうと思います。なんだってー。毎度毎度言いますが、内容が大きく変わることはないので、あまり期待はしないでくださいね。なあ霊夢、人気投票はいつやるんだ？え、人気投票？何それ美味しいの？美味しくはないだろうな、食べ物じゃないし。意外と真剣に返してきた。それは普通の家にもあるものですか？何それどういう意図の質問？いやそこはバンドウェイジかったろ。ほんでコメントでは、それスケットダンスのボスにゃん、ってくるねんやろ？スケットダンス知らない人、ボカーンってなるからやめて。でどうなんだよ？人気投票？パート10までにはやろうかな。感覚的にも大体そんなもんか。それとね今回エンドラを討伐したかったんだけど、シーズン3が今回で最後なので、いただいたイラストを全部紹介しようと思い、次回討伐することにしました。今度はどこで孵化させるん？内緒。あれ？鹿じゃないの？ネタバレダメ絶対。わあったよ。へぇ、鹿か、どんなんが生まれるんかな、楽しみやわ。ネタバレダメ絶対。ごめん霊夢。イラスト紹介をします。霊夢がロボットみたいになってもうた。ブハハハハハ。
以上でイラストの紹介を終わります。終わります。終わります。イラストを描いてくださって、ありがとうございました。あざっす。ガシャンリンガシャンリン。次回、コメント返信をしますので、質問したいことがありましたら、コメントしてください。もう何言ってるのかさっぱりだな。ガガガガガガシャミン。